はい。ヒルビール放送局、M キャストのま、こねです。えっと、5月4日のね、ステージイベントに出席して以来、なんか生活リズムがものすごくなんかぐちゃぐちゃになったりとかして、まあめっちゃね、あの、うんともう、なんだろう、うんと、歌ってる時は超ストレス発散できたんだけど、その後、ま <laughs> あ自分で抱え込んだ仕事にアップアップになって、超ストレス満点で、ちょっと、えっと、 下向きな、あの、生活が続いてます。まあ、どんだけちょっと下向きなのよっていうのは、えっと、昨日の、えっと、夕方に発信したショートムービーをご覧ください。なんとね、えっと、体重が2キロぐらい太ってます。2キロ、3キロ近くですね。一番痩せてた時に、ここ最近ダイエットして痩せた時より3キロぐらいオーバーしてます。 はい。まあまあまあ、その原因に関してはっていうのは <laughs>、まあちょっとおいおい、今日じゃないお話なので、また別の機会にしていきたいと思うんですが、今日はですね、えっ、ー、と今、あの、YouTube でご覧の方は写真見てると思うんですが、このね、うんと、26歳以下。 のこのね若い子たちと一緒にちょっとはしゃいできましたのでそのお話をしたいと思うんですでこの子たちは新潟県でえっ、ー、とね新潟県のフリースタイルサッカーのフリースタイルフットボールの第一人者の子たちですはい すごい、すごいんですよ、本当に。<laughs> まあ、どうすごいかは、まあ、後でお話していきたいと思うんですが、まずはね、このフリースタイルサッカーっていうものがどういうものかっていう、まずご覧いただきましょう。まあね、私の無茶ぶりにめちゃくちゃね、付き合ってくれためちゃくちゃいい子たちで、そう、この子たちとの出会いが、私のね、えっと、創作意欲にまたね、あの、新しい、あの、扉を開いたって感じがするんです。 はい。まあ、最後の方にはそういうお話をしていきたいと思うんですが、ぜひ最後まで、えっ、ー、と、ご、お付き合いください。まずは、えっ、ー、と、この子たちの、えっ、ー、と、フリースタイルサッカーの様子を、どうぞ。もう始めた、始めたからね。お願いします。フリースタイルフットボールと言っちゃう、サッカーボールを使ったパフォーマンスします。どうぞ。あれえ、それでいいの そういう感じがないです、もっとなんか、え、三分もあるけど。もっと喋って。新潟県でこのボール使ってパフォーマンスをします。えっ、ー、と新潟スタイルといったチーム名でやってます、えー。新潟県内でこのフリースタイルフットボールといったサッカーボールを使った競技を普及するためにいろんなところでパフォーマンス活動をやってます。はい。で、どうぞ。僕新潟県フリースタイルフットボールの厚志と申します。えっ、ー、とー。 コロナ前だったり、うん、関東であった大会で優勝したり、うん、あのコロナ禍になって動画大会とかあったんですけど、うん、そこで優勝させてもらったりした、うん、新潟県内のもういわば大人者って自分で言うのもあれなんですけどそ、うん <laughs> なん感じのサッカーボールを使ったフリースタイルフットボールといった競技やってますで,で、今日は西脇亭さんにお邪魔させてもらってパフォーマンスさせていただきましたで、パフォーマンス後今こんな感じで簡単に動画を回させてもらってるんですけどもしよろしかったらもう1人いる中地の。 まあその前に西脇亭の説明行こうかああ私 <laughs> は新潟県オジア市素敵な庭園が広がっております <laughs> 昔ながらの素敵な庭園ですご覧くださいこの豊かな緑この無茶ぶりで答えてくれるあたりが嬉しいね <laughs> 新方県内でしか見られない <laughs> と思うほどのいや見えております。見てくださいご覧くださいステージの方は。 ちょっとねちょっと遠いんだけど後で編集して乗っけようと思いますからす素敵な庭園にあった和太鼓のパフォーマンスをやるみたいですね僕ら今、和太鼓の前僕らサッカー部のパフォーマンスさせてもらったんですけどもそう、そのねパフォーマンスね、私さ、あの再生ボタンじゃなくてロックボタンを忘れちゃってる。 で、バックで音楽が眺めてるんだけど今は当しっかりしっかり撮れてるよそうしっかり撮れてるああ撮れたこの中でちょっとパフォーマンスしてもらってそれを編集して載けますはいはいバックじゃあ早速うもう一人今回フリースタイルトップ淳ともう一人やらせてもらったんでそのもう一人の中地中地うのパフォーマンス壊れて泥だらけで動画を見ながらも泥だらけで頑張ったのと リフティングを格好よくパフォーマンス風におしゃれにみんなに見せるようにした競技がフリースタイルフットボールといった競技なんリフティングさ簡単そうに見えるけどすっごい難しいのよね、えー、めちゃくちゃ難しいですいやすげー、えー、うわかっこいい バトルとかありましたよ。ダンスバトルみたいな感じで30秒ツーターン1対1で30秒ゴッドにアウトしたりラップバトルみたいな感じだな3ですそれのサッカーバージョンという感じ3分は長いな30秒か30秒ねなるほどねかな ユーチュー b e 上がるとは分からないんですけど6月10日に東京で大会出てきます、うん、素晴らしい、はい、大丈夫よ、恐竜に上がるから本です新潟勢から殴り込みに行きますねぜひ頑張ってありがとうございます、うんはい、大綿一つやってもらいますょ多分無茶ぶりいけるいける <laughs> だっち。ーおお、すごい。<laughs> ありがとう。そんな感じで僕らフリータイムとボール活動苦手でやってます。バイバイ。バイバイ。<laughs> <laughs> こんな締めで、こんな終わり方でいいか,いか。いいよ、いいよ。いまずは、はごめんなさい。編集すると言いながら、えっと、まあね、私の本当うんこスマホがね、本当にあのダメな子で。<laughs> そう、やっぱりあの、うんと、動画撮影用の、まあ、カメラが必要だなというのを痛感した日でした。はい。まあ、それに関しては、またね、それに関してもまた後日ちょっとお話したいなぁなんて思ってるんですけど、今日はね、えっ、ー、と、このフリースタイルフットボールのお話をしていきたいと思います。 ま、動画をご覧いただいた通りに、あの、私の無茶ぶりにも、ほんと真摯に付き合ってくれる、本当と高青年な子たちで、本当ね、えっともう、うちに連れて帰って監禁したいぐらい。<laughs> 私に養うだけの余力があったら、もう本当と、かっこいい子みたいっていうぐらい、ほんといい子たちでした。 はい。まあ、あの、私の無着ぶりにも真摯に応えてくれた姿勢は、まあ、動画をご覧の通りのだ、だと思うんですが、えっと、彼らはね、えっと、ぜひ、あの、このフリースタイルサッカーじゃなく、フリー、フリースタイルフットボールを、あの、新潟県に根付かしていきたいということで、えっと、あっちでこっちの、あの、イベントに出演して、こうやって、あの、演舞を、えっと、ご覧いただいて、 いるっていう感じで、えっと、この日はね、フリースタイルフットボールとダンスを交えた、えっと、ことをやっていました。の模様はね、動画を撮り忘れた私が、はい、しっかり目に焼き付けてきましたので、まあ、その気持ちを組んで、今日これからお話していきたいと思ってます。<laughs> そうね、本当にね、思ったね、本当にあの、うんこスマホ、ダメですね。はい、はい、どことは言いませんが、 えっと、まあ、チャイナ製のね、えっと、本当誰も知らないメーカーのような、うんこスマホなんです。はい。でですね、今日は、あの、後半、後半、まあ、今日はね、後半、えっと、まあ、ご視聴されている方というよりも、えっと、このね、二人、あつくんたちのためにというような思いも込めて、私がもし、えっと、このフリースタイルス、 トボールを、あの、新潟県に根付かせるために何か仕掛けをしようとするのなら、私だったらこうやるよっていうような提案を、ちょっと、えっ、ー、と、お話していきたいと思います。まあ、プレゼン資料にまとめようと思ったんですが、まあ、ちょっとね、あの、リアルタイム、なるべく早く配信したかったので、えっ、ー、と、まあ、ちょっとね、お話中心って感じで分かりづらいと思うんですが、もし、あの、より詳しくお話を聞いてもいい、聞いてみたいっていう、 ふうに、淳くんたちが言うのならば、まあもちろんね、次回、実際にお会いして、えー、私だったらこうするよというお話をしたいなと思っています。さあ、早速やっていきたいと思うんですが、えっ、ー、と、まずはこちらから。まあ、正直言うと、まあ、イベントであっちこっち、あの、披露したところで、あの、あつくんたちと直接接点を持って、 あの、お、面白そう、俺もやってみようっていう人はなかなか見つからないんじゃないかなと思ってます。はい。というのは、あの、まあ、イベントにもよるんですけども、うんと、まあ、あの、多くのイベントの場合、私の経験上ね、多くのイベントの場合、やっぱりあの、参加してるってか、そこの、ね、遊びに来る人たちが、まあ、 デート目的だったり、デートだったりとか、まあまあイベントが今少ない中だからなおさらそうかもしれないですけども、まあ子供たちだったりとか、えっと、なかなかね、えっと、まあ演舞してるね、まああのアツシ君たちに声をかけるっていうような、まあ、感じにはなりづらいのかなっていうふうなのを思ってます。はい。まあ特にね、あのー、 ま、実績がね、あの、いろんな大会で優勝してきた実績があってこそ、なずちくんたちの、その、えっ、ー、と、すごさだと思うので、まあ、そういう実績を聞けば聞くほど、えっ、ー、と、なんか、シュンとしちゃうのが、ま、新潟県の人かな、なんていうふうに思ってるんですけども、そう。では、どうやっていったら、まあ、あの、復旧というか、まあ、あの、うんと、復旧活動ができるのかなっていうふうに考えてみると、まあ、あ えっと、まずはですね、うんと、勝手に団体を作っちゃう。勝手に団体を作っちゃう。例えば、えー、っと、新潟県フリースタイルフットボール協会とかね。<laughs> 何でもいいのよ。そう。まずは、えっと、団体を作っちゃう。うん。そう。で、興味ある方は、えー、っと、こちらへ、みたいな感じの、えっと、まあ、窓口を作るってことよね。 まあそれはね、えっと、本当あの、簡単なものでいいと思うの。<laughs> まあ簡単と言っても、えっと、まあ組織は組織なので、まあそれなりの形にのっ,とってっていうことにもある、なるかもしれないけども、えっと、まあ市民団体レベルの、本当本当あの、えっと、なんちゃって NPO 的なものでもいいと思うのね。わざわざ法人格である必要もないし。 うん、まあそういったような組織をまず作って、えー、っとまあホームページまではいかなくてもいいかもしれないけど、まあえっとちょっとしたね、えー、っとこういう活動をしてますっていうような SNS より一歩進んだえっと窓口になるようなページが一個あればまあ十分かなと。うん、まあそういうあの窓口がある なしだけで、その、活動に関する、その、本気度っていうものが全然違ってきたりするわけよ。うん。まあ、そういうホームページ一つがあるだけで、まあ、違ってくる。まあ、それでまず一つ目は組織を作る。で、ホームページみたいな出先窓口を作る。まあ、要は、アクセスされやすいようにするってことでね。うん。で、まあ、その二つをまずやった後に、そう。次に、えー、っと、プロ契約をする。うん。 そう、みんなが。うん。いや、プロ契約って簡単に言うけど、じゃあ、どことプロ契約するっていう話もあるじゃんまあ、あの、どこでもいいと思うの。<laughs> どこでもいいと思うの。うんと、まあ、自分の知り合いのやってる、あの、喫茶店とかね、カフェとかでもいいだろうし、そう、うんと、 それがね、あの、契約内容にもよると思うんだけど、別にね、年間、年間契約料100円でも1円でもいいわけ。そう。1円でも100円でもいいし、もしかしたら、えっ、ー、と、練習に使うスパイク靴シューズを、まあ、一足ずつ、あのー、買ってもらうというか、まあ、あの、うんと、そこの名前で買ってもらうでもいいさ。<laughs> 自分たちはお金出してそこの名前で買ってもらうでもいいわけさ。 うん。まあ、形はどうであれ、あの、プロとして、えっと、スポンサーがいるんだっていうような形をまず作る。うん。そう。もうそれだけで、あの、立派なプロスポーツ選手だからね。プロスポーツアスリートだからね。うん。そう。それだけで全然アマチュアとは違ってくる。ただ、あまあ、そうするとアマチュア枠の戦、あの大会とか出れなくなるかもしれないから、まあ、そこら辺はね、そこら辺はちょっと私はあんまりよくわからないんで、勘弁して。 うん。そう。まず一つ目は、組織を作る。ウェブを作る。で、えっ、ー、と、プロ、プロになる。そう。うん。まあ、そうするだけで、えー、っと、活動の厚みががん、全然変わってくる。うん。まあ、次にどうするかと言ったら、次にね、えー、っと、大会を開く。新潟県で。 まあ、活動拠点がどっかちょっと聞き忘れたんだけど、例えば新潟市だったら、新潟市で、新潟市の大会を開く。そう。大会を開くこと自体は、まあ、そんなに難しくないと思うよ。<laughs> そう。うん。あのー、いろんな、まあ、やり方もあると思うけど、あの、 まあ言ってしまえば、参加者を広報、集めるということが一番大変。そう。それが、まあ、どんなちっちゃい大会でもいいわけよ。例えば、あの、うんと、なんとか祭りのなんとかブースで大会をするので、ぜひ集まってくださいみたいな感じでもいいと思うんだよ。そう。で、えっと、そうやって集めるこ、あの、うんと、声をかけることで、興味も持つ人が出てくるかもしれない。で、まあ、それが一、ね、人二人でも参加してくれれば、もう大成功。そう。 まずね、大会をやってみる。もちろんね、大会を繰り返しながら徐々に広げていくことも大事だけども、大会の重要性は、大会に、大会を集めることで広報するってことがすごく重要。そう。例えば、えっ、ー、と、チラシやポスターなんて今ね、本当あの、ウェブサービスなんか使うったりとか、あの、うんと、ココナラとか使っても、本当格安で素晴らしいのができる時代だから、そう、自分で作らなくても、かあの、多少のお金で作ってくれる。 時代だからら、まあ、そういういいのを利用してて作ってもらい、まあ、例えばね、まあ、淳君たちから聞くところによると、まあ、やっぱね、ハードなんだよっていう話なので、あのー、多分中学、高校、中学とか高校とか、まあ、中学校は、多分市の教育委員会に掛け合えば、掲、ま、示、あ、物とか許可してくれると思うのよ。 で、まあ、高校は多分県だと思うから、まあ、県、まあ、私立はまた別だと思うんだけど、まあ、そういうところに掛け合えば、多分学校に掲示物を配布できると思うの。あと、ま、掲示物を配布して貼らしてもらえるところって、えっと、多分ね、えっと、長岡はそうなんだけど、まあ、市民、あの、行政がやってる市民団体を取りまとててるようなところがあるんだけどね。そういうところに聞くと、多分いっぱい情報は出てくる。うん。 まあそういうところで調べて、まあ刑事物は刑事物で貼ると。そう。そうすると多分、あの、ポスターなんて多分100枚ぐらい簡単に貼けると思うんだよね。そう。それプラス、チラシ。チラシだって、えっと、今、全部に0部作ったってそんなにいくらもかかんないわけよ。うん。まあそうやって、えっと、まああちこちに配布して、そういうのを、そういうことをやってる人がいるんだっていう大会を開いちゃう。そう。 多分、うん、その大会を開くこと自体は、あの、お金とかはね、えー、っと、行政の補助金、助成金とかもらってできると思うよね。うん。で、まあ、助成金もらって、まあ、例えば10万もらったとしても10万で十分やれると思う。そう。まあ、もちろんお金かけようと思えばかけられるけど。うん。まあ、それでまずやってみる。そうすることで、えー、っと、関心が集まってくる。うん。 まあ、それがね、まず第一段階かな。そう。で、第二段階としては、どうやらね、SNS の配信が弱いみたいだから、うん。あのー、YouTube。まあね、あの、うんと、現在の SNS って、もう、世代によって使うものがまるっきり違って、男性でも女性でも全然違うわけよ。そう。まあ、あの、フリースタイルフット,バフットボールに、が、まあ、あの、うんと、 アツく君たちの世代を下の世代にアピールしていくっていうと、まあ、ツイッター、インスタグラム、ティックトックは外せないよね。プラス YouTube があればいいみたいな。そう。それを、あの、多分自分た自分たちでやろうと思うとなかなか大変だけど、やれる人と組む。うん。もちろんね、あの、うんと、やれる人だっても、あの、無料でやってくれる人もいれば、有料の人もいると思うんだけども、そう。まあ、そこはね、 えっと、友達価格もしくは、えっ、ー、と、自分たちの趣旨を分かって協力してくれるっていう人を探す。うん。探すときにも、そのね、あの、明確な団体名とか、ホームページとかあるだけで全然違うわけ。そう。まあ、そうやって、えっ、ー、と、大会をやり、えっ、ー、と、発信するってことで、まあ、知名度は、ちょっとずつ上がっていく。うん。そうした上で、まあ、各所でイベントすると、効果はまた違ってくるよね。そう。 まあ私なら、まず、えっと、それくらいは最低やるかな。そう。新潟県で、えっと、広げていこうと思えば。そう。さらにってお話をしていきたいと思うんだけど、まあさらに広げていこうと思うなら、私このフリースタイルフットボールは、あの、誰でもできるんじゃないかな。もちろんね、レベルはあるの。そう。 もちろんね、ほんと、体育館に入れて上位に食い込もうっていうレベルを目指すってなると、ものすごく難しいよ。だってあのさ、丸いボールをでさ、あの、表現しようってうんだから、それは難しいさ。でも、えっと、ボールと戯れる。 ダンスを交えて戯れるっていうぐらいのものだったら、まあ、えっと、寝たきの方でね、フリースタイルフットボールをやろうっていうのはちょっと、ちょっとそれは無理かもしれないけど、まあ、あの、年齢に関係なく、誰でもボール一つでどこでもできる、えっと、軽く、あの、スポーツではあると思うの。うん、そう。だから、あの、えっと、いろんな、あの、カテゴリーに、 もっともっと入っていける可能性が十分あるスポーツだなと思った。うん。まあ、あの、道具もボールと、まあ、靴は別に何だっていいと言えばいいじゃん。そう。<laughs> まあね、わかるよ。えっと、あの、やりやすい靴、やりづらい靴もある。そう。で、ハードにやろうと思えば本当に大変だと思うけど、でも、ゆるくやろうと思えばそんなでもない。 第2段階としては、えっと、より幅広い世代、幅広い人に、えっと、復帰を促すような、えっと、仕掛けをしていく。うんまあ、もちろんあの、えっとねえっと、サッカーをやってる人の中でも、まあ、サッカーが好きな人の中でも、えっと、なんて言うんだろうな、人と関わるのが苦手でさ、個人でやりたい、個人プレー的なものをやりたいという人もいるだろうし。 そういう人たちがあの取り組みやすい形として提案してあげる、うん、それをねウェブとか SNS で発信していってもいいんじゃないかなと思うの、うん、あとは人が集まるところで,で積極的にえっと披露していく、うん、まああのねえっとイベンわざわざイベントどか ごとにあの突っ走っていかなくても、えっと、まあ、なんだろうな。おそらくね、えっと、まあ、長岡市はそうなんだけど、まあ、新潟市とかでも、あの、路上の使用許可っていうかな。そういうのを警察だと思うんだけど、警察でね、許可取ると、多分、路上パフォーマンスって感じで、まあ、いろんなところでできると思うのよ。そう。 あの、新潟市より断然さ、人が多い、長岡市より断然人が多い地域、新潟だったら、まあ、あの、街中人が集まるようなところで、まあ、許可取って、えっと、ゲリラ的なイベントを定期的に開催するのでもいいと思うし、そう、まあ、可能かどうかわかんないけど、例えば、あの、うんと、アベリ、アルベリックスのね、試合、 えの時にさ、スワン、今スワンじゃねっけ <laughs> そう、スタジアム行って、まあそこで、えっと、ね、空き時間というかに持て余してる人たちに見せてもいいと思うし、まあその時ね、もちろん、えっと、プロっぽいユニフォームがあればいいだろうし、えっと、 渡せるチラシとか、えっと、アクセスしやすい、えっと、窓口があればいいと思うし、まあね、あのー、まあ知ってると思うんだけど、J リーグの試合ってさ、あの、感染する人が徐々に高年齢化してるわけよ。うん。そう。だから、ぶっちゃけ若い子たち行かないわけ。そう。でも、若い子たちがサッカーやってるのを、サッカーに関わってるのを応援したいってい人たちはいっぱいいる。 そう。となれば、そういう人たちからの、まあ、いろんな支援、協力を得れるかもしれない。そう。ということになると、まあ、その若くない人たちがアクセスしやすい、えー、っと、ブログとか、えー、っと、YouTube とか、Facebook なんかももしかしたら必要なのかなって思ってくる。そう。まあ、それをね、全部あの、一人でやるとか、あの、仲間内でやるっていうんじゃなくて、えっと 分担してできる仕組みを作っていったならばあの今よりもよっぽどスピーディーに復旧していくんじゃないかなとか思ってますはいまああの取り留めのね話にこれからなりそうなので、まあ、ここでスパッとやめたいと思うんですがうんあのなんだろうな あのー、よくよくというか、あの、人に、人によってはですね、あの、そんななかなかお金にもならないようなことに一生懸命やってさ、なんていうふうに、あのー、ちょっと引いた目で、えっ、ー、と、言う人もいます。はい。あの、そうやって何の意味があるのって、ほんといやらしいことを陰で言う人もいます。いる。うん。で、 頑張ってるのをわざわざ足を引っ張ろうとする人もいる。そう。でもね、そういうのは本当に、あの、くだらない人たちだなと思っていいと思う。そう。もちろん、あんたらくだらないからちょっと関わらないでっていうふうに私みたいにね、あの、YouTube を通して言っちゃうと、まあ、圧力しか生まれないけど、まあ、あつしくんたちが、まあ、そんなことはしないと思うから、まあね、うんと、本当自分たちが、あの、 やろうとしていることが何か、そう、目的が明確であって、えっと、情熱があれば、あの、できないことは何もないと思ってる。うん。ただ、その情熱が、あの、なんだろう。対外的に言ってるだけのものと、自分の内になく、中にあるものでは全然違ってて、まあ、あの、うんと、わざわざそんな話をするのはなぜかというとさ、うんと、なんだろう。 もしかして、たまたま、あの、うんと、いちいさんとの付き合いで、えっと、まあ、大ばさんとの付き合いで、あの、毎回来てくれてるのかもしんないし、まあ、本当に本心から、あの、復旧させていきたいんだっていうふうに、ものすごい情熱を持ってるのかもしれないしっていうのがあって、まあ、本心で、本気で、ふ、復旧させていきたいという情熱があるのならば、あの、やり方は、 もっっといいろんんなななやり方があるんじゃないかなって私は思うただそうじゃなくて、まああのうん、と自分のライフスタイルの一つとして、まあ、緩く関わっていきたいってなってんだったらライフスタイルを置く私のねさっきの提案はもうライフスタイルをもう全部そっちにあの100羽振っちゃうっていうぐらいの勢い,の勢いだと思うの。うん、そう まあ人生をかけてとまでは言わないけど、まあ、人生をかけるぐらいの勢いじゃないとやりきれないような部分もあると思うから、まあ、えっと、そういうわけじゃないんだっけ、まあ自分のね、あのライフスタイルの中で、えっと、フリースタイルストバ、とボールを、あの、関、うん、わっていきたいんだっていうような感じだったら、まあ、あの、うんと、余計なことを言っちゃってごめんねっていう感じでスルーしちゃってください。逆にもう本当、ガチで、ガチで本気でやっていきたいんだってことになって、 であれば、まあ、いろんなやり方があるんじゃないのっていうふうな参考としていただければいいなと思っています。まあ、そんなわけで、えーと、今日はですね、えっ、ー、と、フリースタイルサッカーについてちょっと話してきました。はい、皆さんいかがだったでしょうかね。まあ、最後になりますが、ちょっとね、違うお話をしたいと思います。まあ、私自身、サッカー サッカーは本当、えっ、ー、と、大好きなスポーツの一つです。はい。スポーツ全般好きなんですけど、特に球技が好きかな。うん。えっと、サッカーは見るのもやるのも好きです。はい。そう。そうなんですけども、まあ、あの、えっと、まあ、実際ね、私はあの、今積極的に J リーグを見ていたりとか、えっと、 代表の試合を追いかけたりってことは、ま、積極的にやっていないんですが、あの、まあ、ね、こうやって、あの、サッカーに、ね、いろんなサッカー、サッカーにもいろんなカテゴリーがあって、いろんな楽しみ方がある中で、まあ、新しいね、えっ、ー、と、フリースタイルサッカーっていうもの、まあ、新しい、フリースタイルサッカー自体は新しいものではないけど、まあ、私もね、YouTube でしか見たことないようなものを実際に生で見て、えっと その素晴らしさというか可能性っていうのを十分感じました。はい。まあそういうことも含めて、あの、実感したんですけど、私はね、やっぱ人に会って人とお話しするのが好きなんだね。うん。まあ確かにね、あの、うんと、SNS 越しのいろんなやりとりは本当嫌なの。嫌いなの。本当嫌い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 大嫌い。本当そう。 でも、直接会っていろんなお話しするのは本当楽しいなと思ってます。はい。まあ、そんなわけでですね、あの、まあ、このポッドキャストも、まあ、あの、いつからとは言いませんが、まあ、定期的にというか、まあ、いろんな方にお会いして、えっ、ー、と、一対一で対談させてもらったりとか、えっ、ー、と、そういう人がやってる活動なんか、 をにスポット当ててドキュメンタリーチックにちょっと取材させてもらったりとかそんなことをいずれやって行きたいなやっていけたらいいなと思っています。まああの厚司君たちの活動に関してもまあそういった中でまた再びねお会いしてえっと、まあ、普段の練習もしくはどんな活動をするかとか普段の練習もふ練習ライフスタイルまあ、多分ねあのうんと彼らあのプロの選手ではないみたいなので。 まあ多分ね、別にお仕事をされてるんだと思うし、もしかしたら家族もいるかもしれないし、そう、まあそういうところも含めて、えっ、ー、と、またいずれ、えっ、ー、と、ドキュメントのような感じで発信していきたいなと思ってます。でね、まあ、なんて言うんだろうな、うんと、動画ドキュメント、うん、もいい かもしれないけど私はフォトグラファーなんでやっぱ写真中心のドキュメントがいいかななんて思って今これ編集しながら思ってましたはいまあねえっ、ー、とまあどちらにしてもあの スマホではダメだっていうことはちょっと十分分かってきたのでまああのカメラもしくはえー、っとアクションカメラはまあ今後購入していかなきゃいけないななんて思ってるんですがまあねなかなか,なかなかなんですうんまああのその辺に関してはえー、っと調整しながら って感じですね。まずは、あの、えっ、ー、と、あの、パソコンの環境の方が先かな。そうするとまた随分ずれ込んじゃうかもしれませんが、うん。まあ、今後の課題ってことでやっていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっと違う手法でお話できましたが、えっ、ー、と、ここまでにしたいと思います。皆様また最後までお聴きいただきありがとうございます。明日からも頑張りますので、ぜひ、またご覧ください。まこねでした。バイバイ。